シド、こんにちは。ミスリルの兜の件ですよね。ああ、詳しい話を聞かせてくれ。それではこちらをご覧ください。ミスリル機関は内部でミスリル鋼を燃焼させ、その熱によって動力を得て推進力へと変換します。ミスリル鋼の燃焼では高熱が生じるため、過剰な熱を排熱装置を使って外へ逃がすわけです。ですがミスリルの鎧を通しただけでは船全体が逃げた熱にさらされてしまい大変危険です。そこでミスリルの兜の出番というわけです。ミスリルの兜はその排出先を制御するとともに、熱を対流させることでゆっくりと冷却していきます。温度変化に強いとされる空の文明の異物ならではの構造と言えるでしょう。また海溝部からの浸水を防ぐ役割もあります。海水や雨水が入り込むことで熱によって水が気化、急激に膨張し機関ごと船体破裂の危険が。わかった、その話はもう十分だ。ミドからミスリルの兜に使う異物を回収してくるよう頼まれた。その異物はどこにある？はい、ロストウィングから続くロベール林道に。ですが最近あの辺りに凶悪な魔物が住み着いているとの噂がありまして、魔物さえいなければ我々だけでも回収できるのですが。つまり俺はその魔物を倒せばいいんだな。やってやろう。ありがとうございます、シド。それでは早速出発しましょう。遺跡の近くでお待ちしてますね。お前たちはマスターについていけないんだ。シド、お待ちしておりました。目的の遺物はこの先の遺跡付近に。噂の魔物もおそらくその辺りにいるかと。俺が様子を見てくる。少し待っていろ。あそこか。こいつが噂の魔物だな。やるぞ。見えた。
片付いたな。さすがシド、お見事でした。後のことは任せる。はい、責任を持って遺物を回収し隠れ家へ運んでおきます。頼んだぞ。ミドには俺から伝えておこう。各国の警備が強化されているようです。ダルメキアで大きな動きが。来てくれたんですね。こちらがあなた宛てに届いた品です。時々覗きに来てくださいね。ミスリルの兜もなんとかなった。間もなく届くだろう。ありがとうクライブ、これで二歩前進。よかったな。さて残るはミスリルの盾なんだけど、こいつが悩みの種でね。どういうことだ？ミスリルの盾には内部の熱に耐えつつ外部からの腐食を防ぐ役割がある。問題はその熱さ。あまりに高温で波の走行じゃ熱に負けてすぐに傷んじまう。だからって鉄や異物を仕込もうもんなら今度は重量過多だ。鎧や兜が重い分なんとか軽くしなきゃならない。熱に強くて軽い、この両立が難しくて困ってるんだよ。ハルポクラテスに相談してみるか。手がかりとなる文献を知っているかもしれない。確かに語り部じいちゃんは物知りだしな。クライブ任せていい？必要なことはこれにまとめてあるから。いいだろう。ハルポクラテス、今話をしても。なんだねクライブ。
ミドの悩みを解消してやりたい。これを見てくれ。特殊装甲ミスリルの盾か。あの娘の奇想にはいつも驚かされる。しかしこの必要なことというのは、内部の熱に耐えながら外部からの腐食を防ぐ。さらに装甲自体も軽くしなければならない。その両立にさすがのミドも苦戦してたな。なるほどの。それであんたに相談して何か手がかりでもと思ったんだが。クライブ、答えというのは案外と近くにあるものだ。というと？この隠れ家は黒の一帯に侵された水、黒の水の中に立っている。だが黒の水は普通の水に比べ木や鉄を早く腐らせてしまう。ああ、だから大工のバードルフや船盛りのオボルスはよく防腐用の薬剤で補修。薬か。ザンブレフに伝わる古い文書に月の雫という熱を和らげる薬の記録がある。それを城壁などに投付することで竜の炎や戦火から城を守ってきたとな。ならその月の雫を作ることができれば、防腐用のものと合わせることでミスリルの盾の要件を満たせるやもしれん。良い機会だ。わしも協力しようじゃないか。異なる2つの薬剤を生かすには、それを塗る装甲にも工夫をせねばなるまい。この知識を装甲作りに役立ててみせよう。助かる、ハルポクラテス。月の雫と装甲、手分けして進めるぞ。それで私たちが呼ばれたってわけね。そうだ。月の雫の原料の買い付けに行かなければならない。どちらか付き合ってくれ。もう一方はわしの装甲作りを手伝ってもらえるかね。頼めるか。ええ、任せて。私もいいわよ。二人ともありがとう。クライブ、分担はお主に任せる。決まったら教えておくれ。クライブ、原料の買い付けを頼むぞ。さて、分担はどうするかね。ええ、分かった。ところで何が必要なの？文書に書かれておったのはこれらの品だよ。ニンニクに冷たがい。他の原料もそのあたりで買えそうね。昔の薬剤って言うからもっと大変かと思った。それらも当時は入手困難だったようでな。故に月の雫は次第に作られなくなり、歴史の影に消えた。しかし今では当たり前の品々、ノースリーチのマルシェで揃うはずだ。マルシェか。クライブ、先に向かっておくわ。ちょうど買い物があったから。ああ、後で合流しよう。クライブ、行ってらっしゃい。ジル、そっちも頼んだぞ。マルシェだ。タルヤを探そう。オリフレムにも見えてるだろ。魔法でしっかり冷やすんだ。久しぶりに来たわね。魚が腐ったらてめえのせいだからな。タルヤ、ここにいたのか。ああ、クライブ、
いくつか店を覗いてみたけど、確かにここなら月の雫の原料が揃いそう。いろいろ買わなきゃいけないから、二手に分かれた方がいいわね。分かった。俺が買うものを教えてくれ。クライブはニンニクとピピオの実をお願いできる？買い物が済んだら門のところで落ち合いましょう。見てってちょうだい。また来てちょうだい。いらっしゃい。はいよ、毎度。いらっしゃい。ちょうどだね。こんなところか。タルヤとお茶を。どう、クライブ、原料は変えた？ああ、これだ。ニンニクとピピオの実。うん、大丈夫。語り部から頼まれていたものはこれで一通り揃ったわね。ねえクライブ、少し話しましょうか。そういえば、二人で出かけたのって初めて？言われてみればそうかもしれない。出会って長いのに二人で仕事に出かけることなんてないものね。そういえばマルシェで買い物があると言ってたが。ええ、いくつか薬草が切れてたから補充しておきたかったんだけど、目当てのものは品切れだったわ。だったら後でカローンに頼んでおこう。どうかしたのか？ちょっと思い出してた。以前シドともここへ買い出しに来たことがあったの。確かあの時も薬草が品切れでシドがカローンに頼んどくって。あれから5年か。まだこの間のことのように感じる。あれ、ということは私たちが出会ってからも5年しか経ってないってこと？ずっと昔から一緒にいる気がしてたのに。ああ、俺もそんな気がするよ。タルヤ、いつもありがとう。どうしたの急に。いや、深い意味はない。伝えられる時に伝えておこうと思っただけだ。私も感謝してる。あんたがいてくれたから今の私。うん、私たちがあるんだもの。長いしちゃったわね。戻りましょうか。この原料で月の雫を調合しないと。先に帰って支度しておくわ。手間をかけるな。いいのよ。ハルポクラテスに報告しよう。シドが風貌を倒す。
アルポクラテス、戻ったぞ。おお、クライブ。原料の買い付け、ご苦労だったの。今しがた、月の雫の薬膳をタリアに伝えたところでな。原料も揃っておるし、こちらは問題ないだろう。調合は私に任せておいて。しっかり作ってみせるわ。ああ、頼む。走行の方はどうだ？バードルフやオボロスにも協力してもらってな。なんとか形になった。もう少しでできるみたいよ。ありがとう、みんな。それじゃあジル、月の雫の調合を手伝ってもらえる？ええ、分かったわ。そうそう、クライブ、二人の時間楽しかった。またいつかね。わしもクライブに礼を言わねばな。なかなかに面白いひとときを過ごさせてもらった。装甲ができたら、月の雫と防腐用、二つの薬剤をまんべんなく解くせねばならん。ミスリルの盾ができるまでもう少しかかりそうだ。お主からミドに知らせてやっておくれ。ああ、伝えておく。感謝するよ、アルポクラテス。これでミスリル装備は揃ったな。ミドに伝えてやろう。待たせたな、ミド。排熱装置の部品が全て揃ったぞ。どうやってミスリルの盾を？お前の悩みは薬剤を使うことで解消したよ。熱に強くて軽い装甲を作れそうだ。今アルポクラテスたちが仕上げてくれている。すごいや、やっぱりクライブは頼りになる。みんなが協力してくれたおかげさ。それじゃ部品を組み立てる段取りをしとかなきゃ。ブラックソーンじいちゃんの手も借りよっと。ミスリル機関の排熱装置とは、そんなとんでもないものをよく思いつくもんだ。うん、褒められたな。呆れてんだよ。ミスリルの鎧を軸に構えるとなりゃ、ここじゃ狭くて無理だな。よし、組み立ては外でやるぞ。ミド、用意できた部品からデッキへ運ぶようみんなに伝えてこい。はいよ。それとハンマーを持ってきておけ。ここからは力仕事だ。承知。装置ができたぞ。ああ、
我ながら惚れ惚れする出来だな。ありがとな、クライブ。ブラックスおじいちゃん、あとはこいつを3機作るだけだ。なんだと？あれ、言ってなかったっけ？エンタープライズに搭載するのは全部で4機。排熱装置1つじゃ熱を逃がしきれないからな。あと3つも。心配しなくても大丈夫さ。この排熱装置を見本にして残りはカンベルの工房で作るよ。やれやれ。ま、何はともあれ一休みしようぜ。